はい。今日の一問一答ですね。保険医療サービス分野。検査値とその意義という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。体重増加は心不全やネフローゼ症候群などによる不腫の場合にも見られる。体重増加は心不全やネフローゼ症候群などによる不腫の場合にも見られるで。これはその通り丸になります。 まあ、要はむくみですね、腫臭というのはむくみのことになりますけれども、まあ、水,分で水分が体にたくさん残るので体重が増えるということですよね。で心不全とネフローゼというのがこうあるわけなんですがネフローゼというのはまず何ですかといったらおしっこにタンパクが出るというものになります。 タンパクっていうのは体に必要なものになりますので本来だったら腎臓とかが動いてですね、体に残すということをするわけですけれども、まあ、それがおしっこで出ちゃうということですね、まあ、これをネフローゼ症候群というわけなんですが、まあ、タンパクっていうのは血液の中にいてですね、あの水分を引きつけておくような役割なんかも持ってたりするわけなんですねですけどそのタンパクっていうのが体に必要なタンパクというものが体の外に出てしまえばその水分を引きつけておくというようなそれが働かないわけですので水分が血管の外に漏れ出してしまうわけですねということで むくみというのが生じるということで、まあ、ネフローテスのむくみというのがこうあるわけですね。で、 心不全って何ですかといったら心臓のポンプ機能が真ん中の重療化によってあの機能していないということですよね十分に働いていないということですから血液循環というのがうまくい,いかなギュッ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 ギとドクンドクンとこう押,しし押し出して押し出して押し出してということで血液循環させるわけですねあるいは筋肉を使って血液の流れを良くするということもあるあるんですけれども心臓の,そのポンプ機能がドクンドクンというところがドクンドクンぐらいの感じになってしまえば血液はうまく回らないですねそうすると重力なんかがありますからあの 押し上げ切らないわけですよね。ってなってくるとまあ、下肢足ですよね。その末梢の部分がどん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 むくんでくるということになります。で、むくめばその分水分がこうあるわけですので、体重が増えますよね。 ということで、不臭で体重増加というのが起きることもあります。食べ過ぎじゃないと。食べてないんだけれども、体重が増えるということですねで。心不全やネフローゼというのはその代表格としてありますので、これを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題。体重増加は心不全やネフローゼ症候群などによる不臭の場合にも見られる。その通りということで、丸になります。今日の一問一答の解説は以上です。